見つけた人間だ。なんやあの時の女。ちょ私だけでもやらなきゃ。火の玉の青猫、このイラつきを収めるにはこんなところで終われない。まだまだもっと痛めてやる。まだ死ぬの？絶対に負けられない。みんな開け、砲兵宮の扉。あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。精霊王？代償召喚術。一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌！いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か鍵か罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私アクエリウスが大好き。やれルーシー。開け精霊王の扉。今まで世話になった。ありがとう。さて、古き友も。精霊王。精霊王か。名誉。まさか精霊王を召喚できる者がいたとは。相も変わらず、その本を抱える姿、実に。これは END の魂、タルタロスそのものだよ。何を企む？察しはついているだろう。我々は END を復活させ、そんなことのために古き友は傷つき。そうだ。そんなことのために古き友は涙を。いつかの決着をつけよう、精霊を。古き友の覚悟と契約により、
友の敵を駆逐する。来い。よー貴様を。何をしたって言うよ我れの甘い。何？水のバリア？アクエリアス？魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力を古き友の力へと変えた。セレオ？待て、古き。そなたに星々の導きがあらぶ。ありがとうございます。アクエリアスも今までありがとう。よし、死ね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 、落砕してやる。
88星照らす星明かりの無限ヤラクシアブレイド。全方面攻撃、近くにいる召喚者まで殺すつもりか。を解いたのか。星の輝きを、闇なる侵食を払い立て祭り、云々を滅する役は古き友達に託そう。足止めするつもりか。この裏に人間どもに向けられるということを。私カリューのゴール。なんだか知らねえけど助かったぞルーシー。待つ、一旦引くぞ。ギルドに戻って立て直す。エルザ、よくやったルーシー。今は休め。うん。エルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。状況を確認する。フェイスは起動したはずだが、ウェンディが阻止してくれたようだ。だが消息は不明。ウェンディ、タルタロスは墜落し、その破片はフィオーレ中に散らばっている。しかし吸気門は未だ健在だ。我々は準備が整い次第吸気門。なんてしたくない。私はシャルルと生きてくって決めたんだよ。ウェンディ、弱音も吐かないし涙も流さない。みんな戦ってる、
だから私も諦め。実はこの町に ありがとう。ありがとう。ありがとう。
やられる覚悟はできてんだろうな。ありがとう。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。はい。ありがとう。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。おう。おう。お宝だ。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。降りかかる火の粉を払うのみ。行くぞ。アイスメイク。行くぞ。アイスブリンガー。行くぞ。グレッグゾーガン。覚悟せよ。ゴーの方。行くぞ。カズト、太陽の剣。行くぞ。カリウの鈴。決流。これで終わりだ。すぐ回転。他の方。武器を収めよ。勝敗は決した。なんという。どこ行くかな。
次は帰ってきたぞ。いや、この間大聖堂帰ってきたぞ。カルディア大聖堂の周りで怪しい。あれ、ジェラール、どうしたの。行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。よっと。ここかな。ここだ、行くぞ。相手になって。発動、鏡の鎧。報いを受けよ、中神聖祭。ミーティア。よし。
よう。どうだろうか。帰ってきたぞ。よっしゃ、行っちゃ行くか。受けよ、中神聖体。
面白い。グレン・カリュークン楽勝楽勝。行きましょう。ここですね。ラジル君、おっと、ギヒー、ここが盗賊団の、やられる覚悟はできてんだろうな。行くぜ。行きます。気にしないで。行くぜ。ウォータースライダー、これで決めます。結論戦。どこに行くかな。ここだな。さて、帰ってきたか。ラジル君、ありがとう。よし、どこ行くかな。よし、ここだ。依頼主から聞いてた話では、
見つけたぞ。よっしゃ、行っちゃ行くか。ルーシー行くか。カリューのでっかい楽勝楽勝。参りました、ごめんなさい。行き先は、ここにするか。気をつけねば。アイスメイク、アイスブリンガー。ハッソン、中神の鎧。ゆっくりを受けよ、中神聖祭。行き先は、降りかかる火の粉を払うのみ。行き先は、ここにするか。
際。行き先はここにするか。気をつけねばな。おっと、相手になって。帰ってきたか。行き先はここにするか。気をつけねば。
の方。当然の帰結だ。宝箱か。よっしゃ、行っちゃ行くか。さて、アイスメイク、アイスブリンガー、決戦。カリューの鉄拳、よっしゃ、勝った。相手になって、さて、アイスメイク、アイスゲイザー決戦。カリューの鉄拳、楽勝楽勝。切られたいものからかかってこい。さて、アイスメイク、アイスゲイザー決戦。さて、抜かぬ太刀の方。当然の帰結だ。やれやれ、お出ましか。さて、行くぞ。アイスメイク、アイスブリンガー、行くぞ。グレンカーの覚悟しろ。覚悟しろ。アイスメイク、コーンのエクスカイバー、カット、行くぞ。風神の剣、グレンフォーワーカーン、覚悟せよ。踏む回転、ショーの肩、帰結だ。すっげえ。行き先はここにするか。気をつけねばな。行き先はここにするか。
さて、次は。行き先はここにするか。気をつけねばな。おっと、行き先はここにするか。さて、次は帰ってきたか。車を作る？
よし。よう。準備はいいな。これよりタルタロスギルドの落下地点へと向かう。ああ、今度こそ全員ぶっ飛ばしてやる。何が出てくっかな。ギヒ、燃えてきた。おりゃ、やられる覚悟はできてんだろうな。覚悟はできてんだろうな。覚悟はできてんだろうな。開け地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。いや、カリューの絶海鉄竜拳。楽勝だな、ギヒ。じゃ行くか。開け地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。いや、カリューの来て。よし。よう。てめえ。あんた。いや。あいつは巨人の村を凍らせたや。匂いがおま。クレイ様と同じパルファム。こいつは俺がもらう。何？クレイ様。消えた。クソ、やられた。だが今は夏たちは先に。ああ、任せとけ。よし。
どこへ行く気だ、エリザ。ミネルヴァ。わらわはネオ・ミネルヴァ。最強の魔導士として生まれ変わった。さあ、楽しもうぞ。ミネルヴァ。前の非道な行い、納得はできんが理解はできる。お前を殴るこの拳が泣いているんだ。分かっておるわ、分かっておる。わらわは弱い、弱いから闇に落ちて、もうこんな体では生きていけ。帰りを待ってる人がいる。忘れるな。これだから人間は生や死を語ることに悦を感じているのか。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミどもがまた湧き出したよ。幸い少しは時間がある。貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人。ミネルヴァ。間に合った。遅くなっちまったな。迎えに来たぜ、お嬢。あんたのギルドはセーバートゥースだ。お久しぶりです。クロム様。お嬢、一緒にギルドに帰ろうな。ギルドに帰る。この魔法の世界が終わるのだ。それもよかろう。止めはフェイスは破壊されたぞ。一つだけな。エルザさん、ここに来るとき、あれがフェイスなら、すごい数が地中から現れて。なんだと。1時間。あと1時間で全てのフェイスが起動する。魔導パルス爆弾約3000機全てが、大陸中の魔力を全て消滅させる。バカな。ハッタリだ。フェイスは遠隔操作ができない。3000機を同時に切る。確か議長と呼ばれている人間が遠隔操作の権限を持っている。その議我がギルドにはネクロマンサーがいるのだよ、死人の議長。エルザさん、行ってくれ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを頼む。エルザさん、こいつは俺たちが倒す。面白いことを言う人間もいるものだな。この冥王を倒す人間が。そうだ。
やれやれ。グレイが心配だ。あのシルバーってやつ。ナツ、気をつけて。敵は吸気門。覚悟はできてんだろうな。開け地球の扉、レオン。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト、鉄流拳。楽勝だな、ギヒ。仲間とはぐれちまったみてえだな。あいつなんで俺だけ連れてきやがった。さてと、あんた俺の、ああよく知ってる。俺もな、あんたの顔知ってるが別人だ。なんとなくそんな気はしてんだろう。父親だ。そんなはずはねえ。親父は死んだ。この目で見た。俺の名はシルバーフルバスター。お前の父だ。嘘だ。親父が生きてるはずがねえ。やっぱりいいな、予想通りの顔だ。確かに父親であることは嘘じゃねえが、それは俺とは別の話。どういうことだ。俺はもっと大きな存在さ。お前にとって俺たちは戦う運命にある。戦う運命だと。まずはどこから話せばいいかな。そうだな、この体は器だ。たまたまそこにあった死体。タルタロスは全員ゼレフ署の悪魔なんだぞ。もちろん俺も本来の姿は人間じゃ。しかし悪魔の姿ってのもいろいろ不便なこともあるんだわ。だから普段は人間の姿をしている。その人間の姿を選んでいる時にたまたま近くにいい死体があったからな。だがな、偶然手に入れたはずのこの体、それがお前をこの手で殺せる日をどれだけ待つ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。人の親父の体を勝手に使って、こっちには恨む道理があっても恨まれる筋合い。いや、ウルの一派を皆殺しにしねえと収まんねえ。ウルには10年も閉じ込められていた。俺の名はデリオラ。忘れてねえよな、グレイ。
バカな。そうだ、殺されたよ。10年もかけて。だがタルタロスにはヘルズコアという肉体再生機関があった。本当にお前があのデリオランなのか。なんなら真の姿を見せてやろう。お前の両親を殺した時の姿をな。デリオラ！来いよ、ウルの亡霊。人間は悪魔には勝てない。俺に氷は効かねえ。お前の勝てる可能性。これで。ほう。人間は悪魔には勝てない。この後はお前の大切な親父の体で。これ以上くだらねえ。アイスメイク、アイスプリンガー。氷に瓦礫を混ぜて無属性の攻撃にしたというわけ。今度はこっちから行くぜ。アイスメイク、アイスプリンガー。氷魔の戦列。アイスメイク、アイスプリンガー。アイスメイク、アイスプリンガー。氷魔の交渉。アイスメイク、アイスプリンガー。やだが、シルバー。これで瓦礫は拾えまい。もっと顔を歪ませろよ。もっと恐怖しろよ、人間。よく覚えておけ。これが絶望の味だ、人間。それでも俺に氷は通じねえ。物理攻撃も封じた。感情論で。だが一つだけ手が残っている。ハッタリはよせ。それは自らの命と引き換えに相手を永久凍結させる。それにだったらこいつを食らう度胸。やれるはずがねえ。死ぬんだぞてめえ。よせ。俺の家族、そしてウルの仇。死んでほしくねえか。あの時止めたのに俺の声は届かなかった。すまねえ。アイスのシェル。この氷は効かねえ。アイスのシェル破れたり。すまねえ、みんな。大事なことを忘れそうになっていた。俺は死なない。行くぜ。アイスメイク、アイスプリンガー。アイスメイクハンマー。やるじゃねえの。あはっはっは。人間は悪魔には勝てない。行くぜ、氷魔の激光。やるじゃねえの。行くぜ、氷魔の激光。
イスメイクフィールド。行くぜ氷馬の激光。アイスメイクラッパード。アイスメイクアイスブリンガー。これで。人間は悪魔には勝てない。シルバー。アイスメイクバンプレイじゃねえの。どうしたよ、こんなもんか。なんでだよ、クソ。俺の親父だろ。とどめは。ふざけんなよ。あんた俺の親父なんだろ。お前に殺されるのを待っていた。だがもう人間じゃねえ、悪魔でもねえ、死人だ。ネクロマンサー、死体を操る呪法だ。俺は奴に拾われた実験。死人をどこまで本物の生きた人間に近づかせるか。何百もあった死体の一つに過ぎなく、全ては俺の家族を奪った。悪魔のギルドにいながらバレねえように各地の悪魔を、周りの悪魔の力を弱め、いよいよだが、そこで俺の手は汚れすぎている。お前のために、ミカのためだから死ぬつもりだったと。もう死人だ。勝手なことを。もう大丈夫だ。お前はもう大丈夫。ひどいことを言ったな。痛めつけもした。すべて俺の悪夢を乗り越えさせる。俺のことは忘れていい。それでも俺の違う。息子を殴る父親などいるものか。あんたはもういい。早く楽になりてえのかよ。頼む、ミカのもとへ。迷うな。俺はフェイス計画にも手を貸した。元評議員も殺した。お前たちの敵だ。ああ、たとえ血のつながった父親でも、ギルドの敵なら関係ねえんだ。それが人間だ。俺は一応俺の体はそう長くは持たない。親父、いい男になったな、グレイ。お前は俺たちの誇りだ。悪魔だけのギルドに悪魔を倒す魔導士が。
死人？グレー様のお父様が？あなたは。聞こえるか、ジョーちゃん。あんたはそのグレーの女か。いえ、そんな。もしかして。まあいい、時間がねえ。要件だ。目の前のドクロキースがフェイス起動の鍵。やつはネクロマンサー。やつを倒せば議長は動けねえ。それで3000機のフェイスを止められる。でもなんだよ、知ってたのか。それでもやるんだ。お父様、聞こえますか？お父様。もう声が聞こえない。やるしかないの。本当にグレー様のためなの。ひどいこと。ジュビアは許さない。絆を切ることなんてできない。グレー様の思いもお父様の思いも、たとえ形が消えようと、思いはずっとこ。ウォーターネブラ。グレー様。それでいい。ありがとう。ジョーちゃんのおかげでやっと成仏できる。フェイスの起動も阻止できた。ジュビアは。何も言うな、グレーよ。はい。親父、もうゆっくり休んでくれ。あとはお前に託す。俺がなぜ氷の滅悪魔法を習得した。それは END が炎の悪魔だから。この力、俺からお前へ。氷のデビルスレイヤーとして俺が END を倒す。
ュビアは決死の攻撃でタルタロスのネクロマンサーキースを撃破する。それに続いてナツとバジルが吸気門に挑むんだけど、相変わらずの二人でどっちが先に倒せるか競争して、負けた方は勝った方を称える歌を作るって約束をする。勝ったのはガジル。レビィちゃんと共に相手の得意とする水中戦でトラフザーを破るんだ。でも傷ついたガジルたちの前にテンペスターが迫る。絶体絶命。その危機を救ったのはグレイ。父シルバーから受け継いだデビルスレイヤーの力でテンペスターを一撃で倒しちゃったんだ。さっき一旦止まったようだったが、また動き出しているようだ。とにかくフェイスの軌道を止める。管制室の場所は分かるのかミネルヴァ。これほどめちゃくちゃにされていてはさすがに。軌道まであと1時間もない。急ごう。よし、ここが制御室か。元議長、今すぐフェイス。キース様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動。お前らセイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスを守…強化様、残る吸気門はどうか我らの悲願。ああ、そなたの魂と共に必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅す。なんだこれは。どうしたの夏。この声。え、何この声。間違いない、悪のロギアだ。さすがに想定外だ。強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。ちょっと大丈夫ナツ。熱っ。ガジルもドラゴンスレイヤーがアクノロギアに反応してる。そうか、やっ復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。夏、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ずEND に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな夏。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ夏。夢でも見てるの父ちゃん。
どうなってんだこりゃ。おいサラマンダー、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探して。ふざけんな、イグニール。バカが、話は後と言ったのに。今言え、なんで急にいなくなった。しかも俺の体の中にいただと。ガジルやウェンディのドラゴンはどこだ。777年7月7日に何があったんだ。夏、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりになったのに言うセリフか。言ったろ、積もる話は後だ。お前仕事だ。ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。 END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを。お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎも、いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は。何？当たり前だろ、ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこいな。ああ絶対約束守るよ。おお約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、炎竜王イグニール、策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ、忘れられし種族。強化、聞こえているか。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。キースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも。制御室の中央メインラクリマ、そ生体リンク。貴様自身がフェイス発動、フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論よ。そしてマスター END が復活する、我々の勝ちだ。さあ、マルドギール様、こんな膨大な魔力とこ、それがどうした。死を恐れるのか。いいや、タルタロスの悲願成就のためなら、この命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタは何？何のために？あいつ合体したの。フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後、大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気霊聖典強化、真の姿、エーテリアスフォーム。
そなたにコナタは、コナタの呪力は今日力を増し、時間ごとに無限に力を増す悪魔。食らうとよ。早く蹴りをつけねば、厄介だ。急ぐぞ、エルザ。分かってる。あなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。フッ。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これが完全勝利だ。そなたは殺さん。死より毎日ま羨やで、あ、見えたとえ何を奪われようと、私の道を照らす光。あり、何も見えなくて、何も聞こえなくて、仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。これしきのこと、痛み、究極の痛みと、バカな、見えてないはずだぞ。こいつエルズ、まず聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。ただこの剣を振るうのみ。よし、
度でも行くぞ。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて通覚を極大に。コナタの姿は見えてないはず。なぜコナタの場所。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したと。もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか、恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀ベニザクラ。時間が。とどめを刺さねば。何者か。俺はイグニールの息子ドラゴン。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られる。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン。消えよドラゴンの子よ。くそ。スティング、ラグ、ナッサ、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナツさん、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ。やらせねえぞ。